じゃあ行こう。完全体になったしって。100% 超えてるの一人だけか。そろそろメンバーチェンジをする？この完全体だけど下がっててもらおう。どうしようかな。こっから一人多分減らさんと全員完全体無理なんだよな。うわ、なんか襲ってきた。いきなり襲ってきた。なんなんだこいつだ。出会っていきなり攻撃してくるとか、どういう教育受けてんだ。素晴らしい教育じゃないか。敵は見かけたら倒す。ちょっとでも躊躇したらやられるんだ。なんでヒールすんねん。そんなダメージ受けてねえやん。そのせいでクワガモンが無駄にダメージ受けたぞ。どうしてくれるんだ。ホーリーライト。回復 B 9まで上がった。究極体普通になれるんだな。究極体になるためにはなんかいろんな試練をせんとダメだったんだけど、前作は。今回普通になれるのか。何もないな。まあ行こうか。いきなり。ひょっとしてそこにいるのゆうこちゃんじゃない。はあの人が上城の幹部キシベリエだよ。今落ち着いて。その姿なら大丈夫。うまくごまかしてね。何も喋れないよ。ゆうこちゃん、こんなところで何してるのかしら。私との約束の時間よりもまだ早いし。さあ何のことかしら。もしかして誰かとで、なわけないわよね。早く来ちゃいました。迷子なわけない。デートです。そんなこと言わないです。迷子です、デートです。早く来ちゃいましたって言うのは絶対ない。迷子です、迷子です。言いそうだな。あら、こんなところで迷子。何の用事だったのかしら。大した用事じゃないから気にしないでって。もうゆうこちゃんから何でもすぐ一人でやっちゃうんだから。うん、でもなんか怪しいんだな。あなた本当にゆうこちゃんよね。なんでそんなのわかるの。いきなり違います違います。そうです。あなたひょっとして。なんだ。疲れが出ちゃったのね。かわいそう。ダメじゃない。ちゃんと休まなきゃ。それなら今日のお約束はキャンセルしましょう。またね。ゆっくり休むのよ。スッとどっかに行った。見ていてヒヤヒヤしたよ。なんとかごまかせたみたいだけど、私あの人なんだか怖い。あの人いつ変身するんだろう。もう変身してんのかな。しかしエロい。しかしエロい。いや、ババアのエロさなんて見てもね。だね。あの人が戻ってこないうちに先に進む。このゲームで一番エロいのは伊達真紀子さんなんでね。2番目がメインヒロインさんかな。明らかにバレてるのが、明らかにバレてるよね。
そんなことでメモリアップはよ。メモリアップ。なんかいる。アンドルモンとメタルマメモンなのね。ワクチンとデータ。あいつがセキュリティデジモンだよ。待って、倒しちゃダメ。倒したら侵入がバレちゃうもん。戦ってできるだけ弱らせて。うん、ちなみに私は戦えないからね。はい、頑張ります。マルウェアとして改造されたから戦えるようにはできてないんだもん。エリカと同じようなサポートならできるけど、バトルはちょっと。なるほど。あいつ怖いし強そうだし。つまり何でいけばいいんだ。データでいけばいいんか。ほらほら、データ。悠長に構えてる場合じゃないよ。敵が来る。データと、ね、何でいけばいいんだこれ。まあいいや。ワクチンでいっちゃダメ。ウイルスでいってもダメ。まあまあいいや。とりあえずキュービモンは大丈夫。必中。なんかいい技ないかな。まあいいか。バッ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 。やば。レベル3とか言ってきたね。これやばくね、なんか。ヘブンズナック。これなんかやばい気がするな。これ負けるんじゃないか。レベルが足りずに負けそう。シザーアームザコッチ。このデジモンたちの、あれ名前が出てこない。いや2人とも知ってるはずだぞ。2人とも必殺技知ってるはずなのに必殺技名を思い出せない。なんだったかな。あ、スパイラルソードだ。スパイラルソード打ってた。もう一個あるんだよ。死んでしまいます、死んでしまいます。エクスヒーちょっと待って、エクスヒールに対してシザーアームズ追加するの。死んでしまうぞ、それこそ。シザーアームズ。わあ。完全体なんだよ、こいつら。こいつら完全体、完全体、二人とも完全体。いい感じに生やしてるぞ。ナノマシンブレイク。わお。もう使えない。シザーアームズはもう使えない。70% の雷が効いた。ガードチャージ。麻痺とは何だったのか。60って、もうだいぶ減らしたぞ。ひえエクスヒール。アタック、アタック。何も使えない。倒してしまいそうなんだけど、あ、よかったよかった。よかったよかった。やったね。今のうちに、こいつにマルウェアを仕込んじゃおう。弱らせて、マルウェアを仕込む。これで任務完了だね。本当に？どうしたの？病気は治るのか？その質問に関する記憶は共有化されてないみたい。どの記憶を私と共有するかはエリカ次第なの。あ、そうなのね。じゃあ変なこと聞けないじゃないか。エリカに直接聞いてみようか。ダメ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 、やめよう、やめとこう。それはいずれだね。
そう、なんか普通にクリアした。大成功だな。こいつが入ったおかげでクーディエにも機動力が出てきたんじゃね。とりあえず伝えとこ、ほうれん草だよ、ほうれん草、やつに会ったぞって言っとかないと。でね、何食いに行く？作戦成功と新人君の初単独侵入成功祝いだからな。特別豪勢なもんにしようぜ。それかお嬢もいないし、どうせならちょっぴりいかがわしい店でも君ら若いでしょ。なあ、あれか、にゃんにゃんとか。お嬢にはちゃんと声をかけたの？ああ、返事はあった？いや、はあ、まだだんまりか。にゃんにゃんの店に行くのか。ああ、もうやっぱ俺連れてくれ。パッパッパッパ。千歳はすごいやつなんだ。すごいやつだよ、本当。初めて懐いた他人で、エリカと3人でフーディーを作ろうと言い出したのもあいつだ。これは一時期いろいろあって、もうチームなんかコリゴリだと思ってたんだ。今回の仕事、エリカが裏で何か動いていただろう。言わなくていい。俺が知っているとわかると嫌がるからな。好きなようにさせてやってくれ。おお、いい兄さんじゃないか。連れてきた。あいつの方がよっぽど兄貴らしいのかもしれないな。いや大丈夫だよ、十分兄貴してる。いや、めっちゃしてたから、めっちゃし、めっちゃ来てる。なんじゃ、9、怖い夢で見たの。最大レベルになったよって。なんかいっぱい来てる。新しい依頼、渋谷行ってみようぜって。バイトちゃんどうした？一緒にナンパ行こうぜ。いや、バイトちゃんどうした？また、あ、こうだよ、こうだよ。なんか食べたいのあるの？って言うと話が続くんでね。うわー、めっちゃ来てる。メモリチップがあるやつから行こう。メモリアップだった。はい、何もない、何もない、何もない。メモリアップないと無理なんだよ。デジマーケットどうなってんだろう。何かいるかな。ピコデビモン、微妙だな。仕方がない、適当になんか行くか。簡単そうなやつ。ナビットゾーン、都市伝説来た。どこに行けばいいんだ。とりあえずナビットの近くに行けばいいのか。なんだ、ニュー、あ、クードの3か。フリーエリアじゃない、ここだな。まずあ、コミュニティエリアかな。どっちだ。池袋に行けと。
ブクドさんに行こう。ちゃんと見ないとね。違う。DLC? お、なんだ?ナビットさん?ここ池袋なのか。マップ。ボムモンってなんだ。俺は知らないぞ。これだけ?こっちマップ?お、いたいた。ナビットさん?じゃあどの辺りに行けばいいんだよ。ナビットさん?お前それなわけないでしょ。さすがにそれはないでしょ。またアイテムがある。キュピモンメダル。メダル。なんで俺の知らないデジモンいっぱいこんな出てくるんだ。拾ったメダルのほとんど知らないぞ。ナビットさん、してるぜ。え、どこの前?薬局みたいな感じの言ってた?いたー!なんか来たーって。子供が。エアギターかな、あれ。なにこれ、怖いよー。土下座してる。こっちみんな、こっちみんな。歩いてきた。近づいてきた。なんで逃げてんの。フーディーまでついてくんのかな。ついてきたぞ。クイズだよ。ワッフルワッフル。天井に届きそうなほどで面白くねえよ。何を言ってんだよ。あ、それデジモンレベルアップしたんだった。ギャハー、どうした。どうすんだこれ。雲母星人ってなんだよ。なんだよその呪文は。あ、どっか行ってしまった。もっとどっか行ったよ。
ってどっか行きましたよ。ヒエーって逃げるじゃん。ダッシュした。みんなおえーって、お前は追わないのかよ。なんでやねん。まだ続けんのこの、このイベント、またやるのこれ。どこだよ靴屋って。ゲームセンター、ゲームセンターの前、そんなこともあるさ。次頑張ろう。まあ頑張って、モブ同士頑張ろうや。頑張ってくれたまえ。まあそんなとこです。報酬くれんのか。メモリアップを欲しい、メモリアップが欲しい。誰かにつけられている。なんだ、さっきの人か。まさかホモだったのか。ホモだったのか。ホモだったんだ。やばい。ホモに狙われる。ホモに狙われるぞ。ホモとかもういいんで。ホモネタとかいいんで。アビトさんゲット。あと2つ。アクアマリンとかそういうの使わないもんな。プラチナの方がいいに決まってんだろって。今金のが高いもんな。